悪いやつじゃないかもしれない。私の電話番号、お前女の子だったんだ。そしたら何か困った時も電話で。え、何そのガラケー、どこで買ったの？奇跡。これじゃメールもできないよ。ちょっと待ってて。 NS タワーやろうぜ。はい、アップグレードしてあげたよ。これでメールもアイテムボックスも使えるし、キーホルダーもつけたし、ついでにこの世界で人気の SNS にもニコニコ動画とか見れるようになった。これで私たちリアルに友達だね。てへぺろへへへ。ちょっとお手洗い行ってくるね。突然アルフィーが近況を更新しました。アンダインと人間のバトル見るの忘れてた。 ORZ。 でもアンダインは無敵だし、後で話聞こっと。来たーのあれだな。お前更新しすぎだよ。鳥間人間に電話して道案内しようっと。更新率高めかお前。いいね音。火山ちゃんがフラッと現れた。なんかこのゲームのあれがようやく分かってきた。もうアルフィー、もうちょっとした電話しようっと。15でクリアするぞ。電話マジ無理、緊張する。めちゃめちゃ笑うとるやないか。そういうことか。笑うとるで。電話番号最後の一桁押せなくて5分経過になる。かけるよ、本当にかけるよ。俺もツイートしよう。出た瞬間に切られてしまった。もしもし、青いレーザーには私アルフィーですけど元気？青いレーザーにはじっとしてればダメ。青いレーザーはじっとしてればダメージ受けないよ。オレンジ色のは動いてればダメージはとにかくオレンジが来たら止まらずんで。はい、センキュー。早いよ電話したった。なんじまとめ太郎見てるなこいつな。うんこちゃんに電話したった件についてなんじまとめ太郎にまとめてもらおう。前アンダインから電話来て天気のこと聞かれた時ぐらい緊張した。でもここ地底なのになんで天気聞かれたんだろう。なんとか単語みてえな。加藤純一に電話したった件について。人間を道案内するの忘れてた。今の私を激写。かわいすぎ。ゴミ箱の写真だ。ピンクのキラキラのフィルターがっつりかけられてる。アルフィーです。北のドアは鍵がかかっていて、右と左のパズルありがとう。はい、右ね、オッケー。楽しだ。とんでもない人数だな。パズルの説明してあげたらネタバレになっちゃうかな。指示中だな。ま、一家説明しちゃおっと。してよ。そう、右と左にあるパズルのことだけど、口で説明するのはちょっと難しいんだけど、あれ、自分でどうしちゃった？そっか。電話した単語みたいな、来んだろ。ピュー。はい、どうしよう。1分以内なんて間に合わないよ。でもね、なんとかなるかもしれない。 Y 賞 Y 名称加藤純一救ったんたん単語。さっきその携帯に新しい機能つけたの。大きなボタンにジェットパックって書いてあるでしょ。見てて。大松救えてないぞ。なんかそれ分かんねえんだよな。大松無駄だぞ。ロボットを殴っても効かないぞみたいなルールが分かんねえ。まだなんじまとめ太郎のね、ちょうど上まで。お前教えてくれよいろいろ。そんな機械のことよりなんじまとめ太郎のこと教えてくれ。ちょうど上までいけるぐらいの燃料が入ってるから頑張って缶をゲットしてね。無駄だぞ。ロボットも救っても、秘宝大松、無駄だぞ。ロボット救っても言うこと聞かないぞ。大松飛べないぞ。すごい、真面目なアドバイスありがとうございます。頑張って缶をゲットしてください。何これ？よしよしよし。アルフィーが近況報告しました。うっそ。君ミュウ2の方が1より人気あるの。くさくさくさ。みんなセンスなさすぎ、わろた。テーブルにくっついている。2はミュウミュウのキャラが完全に崩壊してるし、どうせまたすぐあるんだろ。キスミュウ2のレビュー。キスキスミュウキューティーミュウミュウ2は2を名乗る資格なし星ゼロ。一番うざいレビュアーじゃん。